で、それで逃げるんで、はい、あの逮捕しようと、はい、普通に逃げないんですか、サボ使うってことですか、ちゃんとあのやらせないちゃんと持ってください、ちゃんとちょっと待ってね、これをキム先生に手のひら返しをしてタコチキネリングをこれやってもらって、でこのまま下がって、でもう一回押してもらって、で鎖骨ひねりした瞬間にこんだけパワー出てるんですよ、体重なく80ぐらい、うん、56ぐらい力が入ってるように見えないで、渡辺さんが同じことやろうとすると、それ体幹の力が出てるわけではないですよね、うん、じゃあ一回前に出て手のひら返しして、なんとなく鎖骨なんで、顔にこう、あの綺麗な女の子みたいな感じで、下向いてるね、左右に、はい、いやいやする、そうそうそう、これめちゃめちゃしんどいでしょ、筋トレ、はい、もう汗かいてもうひいきパッパでしょで、これいやいやってするだけでしょ、でそのままそのポーズのまま壁にくっついて、で動いてみて、そのパワー出てるのも入ってる感じがしない、うん、でも入ってみてそれで売ってるの、演技めちゃうまいっす、それで普段売ってるの、でも、それで売ってほしい、そんだけ違う感じがしない、でもそれが正しいことを思い出したい、僕やってみる、危ない、そう、それでいいの、もう一回、昨日も美味しかったよね。ね、まあ美味しかったよね。どうした？まだ落ちてないよ。落ちてます。持ってみる？持ったら。あの栗のさ、皆さんのチケット前うまかったよね、あれね。僕もこれ6年ずっとやってるんですよ。で、僕筋トレやってないんですよ。でもこれでパーンって打つんですよ。ね、それ飛びますね。ね。